こそ生命学の聖地コスモキャニオンへ。さあ来たー。うわめっちゃ綺麗。うわーマジ俺ここずっとやりたかったんだよなーゲームで。この画質で、うわーこのクオリティでよ。うわやべーBGM 来た。ダダダラダララダダララ、やばいテンション上がってきたぞ。ドゥレテテテ、うわーやばいちょっと涙出てきた。レッドめちゃくちゃもう駆け抜けていくんだけど、ちょっとここ楽しみながら行くわ。やべえ音楽やべえ。で今ちょっと日中なんだけどね、夕暮れ時とかなるんかな、夜とか。またそこの描写もすごくいいと思うんで、うわなここまで感動したのなんかリトの村以来かなマジで。クラウドさん、本物のコスモキャニオンですよ。いやー本当だよ。長年の夢が一つ叶いました。生命学とチャドリーもだったのか。互いに学ぶべき箇所も多いのではと考えていたんです。ここで生命学の知識をしっかりと学びたいと思います。さあいやーチャドリーちょっと感動するねこれね。俺すげえ嬉しいよ。旅は何があるか。じゃあとりあえずナナキについていくか。ナナキって言っちゃってるけどレッドについていきましょうか。これ初見の人さ、お前どうしたってなるよね急に。なんか性格変わっちゃってみたいなね、なりますよね。うわこのいいなリメイクされた音楽。ここ宿屋かな。そしてこの風景、あピアノもある。今回なんだろう。日本足で立つのは難しいものだなを入手した。あこれレッドの曲かな。てっきりコスモキャニオン来るかと思ったんだけど違ったね。でちょっと7期についていく前に軽く弾いていくか。パン、あはい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 、この曲ね。ドゥッダドゥ、ああむずい。曲の難易度さ前回ぐらいからマジでぶち上がってきたよな。はいはいはい、ここここここドン、はい、タッ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 、ああむずいテンポむずい。ちょっと待って、頭追いつかん。テンポむず。うわこれちょっと練習いるかも。あーむず。お前ちょっと今回マジで全然できなかったの。 B かでもこれでも、まあ、優しいよねなんだかんだね。下から2番目なんだな。オッケー、ちょっとこれもじゃあ頑張って S にしとく。でここに武器屋があって、気に入った客にしか売らない。どうやってじゃあ判断するんですかその気に入る気に入らない。レッドメガ、あモーグリバ、また武器来たわ。さっき来たばっかなのに。レッドメガホン、モーグリ爆発。モーグリの自爆技来た。これで私のパーティーはモーグリとクラウドを、まあ、敵の技つけたクラウドが自爆できるようになりましたね。これ面白いパーティーが組めるんじゃねえか。買ってこう。使い方を間違うんじゃないよ。いやいや間違いしかないでしょ自爆技なんて。お前特攻させるしかないだろこれ。もうなんかほんと会話がもう違うもんね。星の記憶だのなんかね、他の町の人のセリフじゃ聞けないようなセリフがいっぱい出てくるわけですよね。いた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 、やっと追いついた。めっちゃ迷っちゃったここ来るまで。さあお前、私はこの美しい谷で生まれ、また戻ったな。本来なら谷を守る精神、性格変わったなって聞きたかったら、から深くにも神羅につかまり、うん、助けてもらった借りは返した。私はここで本来の道に戻ろうと思う。そっか、そもそも故郷に戻るまでっていう約束だったっけ。今まで世話になった、感謝している。寂しくなっちゃうな。それを言わないでよ。だからお前二重人格なのって誰か聞いてよ。この谷を守ることはオイラの使命なんだ。この野郎、どう騙してやがった。バレットが聞いてくれた。犬だなんだと侮るやからが多くてな。まあ、舐められないためにだよね。お、この声はもしかしてじっちゃん、じっちゃんだ。ブーゲンハーゲン様だ。
可愛いよねこっちね。でも俺レッドのさ、なんだっけも結構好きなんだよな。お別れ？あっけないな。兄にいりゃ話す機会くらいあんだろ。俺たち学校に来た目的は何だ？生命学の復讐と行こうぜ。復讐ってか俺一回も習ったことないんだけど。いやこいつに関してはマテリアしか頭にない。生命学のセノジェムの全く出てこない。あなたは充電ですか？しばらくぼーっとさせてもらいます。まあこいつはまあしょうがないな。探検行ってみよう。死んだか、ゲットし。あ、じゃあメンバー固定、固定メンバー、両手に花メンバー、久々だね。聖地巡礼。この街の人たちの会話もね、ちょっと逐一聞いていきたいところなんだけど、3時間ぐらいかかりそうなんで、このまま行っちゃうかな。いやマジで綺麗だなこの街並み。ブーゲン様があの上にいるんだね。おっと、いらっしゃった。あ、そういえば報告してなかったな、音楽エリアの写真。そういえば。さあドヤ顔クラウド、あ、祈ってますね。コスモキャニオンの大地を眺めていると写真の限界を感じてしまいます。この感動は実際に目にしないと絶対に味わえませんから、ね、いやそうだよな、いくらカメラの性能上がっても挑戦しがいがあるんです。ね、なかなかね。神秘的な撮影スポットが見つかったらぜひ教えてくださいね。任せろい。さあコスモは多分下の方だと思うんだが、あ、意外と近かった。いいね。じゃあゴンガガエリアのやつをまず報告しておこう。あ、おすすめ撮影スポットを見つけたんですね。ゴンガガグリーン、おめでとうございます。新鋭、新鋭の写真家にやったぜ。あなたの類稀なるセンスはフォトクラブでも話題になる。これからは場所を選んでんのは全部フォーカスさんなんだけど大丈夫？あなたのおかげよ、ほとんど。あ、いたいた、ブーゲン様さっき浮いてらっしゃいましたけど。この人たちだよ、じっちゃん。ほう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 って言うんだね。世話になったそうだの。かなりね、世話してやったぜ。私はブーゲンハーゲン、少しばかり星には詳しくてな。少しばかりじゃないんだね。コスモキャニオンで作中トップクラスで詳しいんで。少しだなんてじっちゃんは知らないことなんてないだろ。ないんですよ、知ってることしか知らないんですよ。そりゃ子供のお前よりは知っておるわい。おいらだってもう48。48歳で子供らしい。長命じゃ、うん、人間の寿命に当てはめるとまだ15、6歳といったところじゃの。まあ、中高生ぐらいなんだね。もう大人だ。この谷だってじっちゃんたちだって守れる。にしてはちょっと喋り方幼いわ。父とは違うんだから。父、デーコン持ってきてくれ。それは孫悟空ね。ななきよ、もう谷の者たちへの挨拶は済んだのかの。まだ行ってくる。小学生だよな、喋り方。どっちかっていうと。失礼したの。反抗期がよければちょっと後に来そうな感じの。していくといい。喋り方っすよね。数年後に反抗期が来そうな。可愛い16歳だこと。さあ、じゃあ行っちゃおう。地球儀みたいなの。なんかストレッチに使うボールみたいな、すごい綺麗ですよね。ブーゲン様の足に生えてるやつ。ナナキを鍛えてくれたそうじゃな。かなりね。外の世界を知ってたくましくなったかな。かなりね。ほうほうほう。ほうほうほう。珍しい機械がいっぱいじゃろ。機械ってそんなくんだ。星とつながる道具じゃ。ほう。ナナキを鍛えてくれたくらい。おお、すげえ、なんかガリレオに出てきそうな。ガスト博士からの寄贈なんですよ。お、ガスト博士。すげえ大事なこと言ってんじゃん。おお。それに触るとなだれを起こすぞい。あかんあかん、気をつけないと。綺麗、鉱石か。天然マテリア。おお、なるほど。人工のじゃなくてね。で、これよな。星とその周辺の星々の縮図じゃ。さしずめ積もった埃が人間といったところかの。
ちっぽけですね、人間は。こうやって見るとね。あ、これか。これ何？星の営みを記録するための機械じゃよ。デリケートな代物だからの。星の営みを記録。扱いには気をつけるのじゃぞ。何が記録されてるの？すごい膨大な情報量になりそうだけど。全部書いてんかな。丸月丸日何時何分、今日ここで地震がありましたよみたいな、そんな感じなんかな。次は上行っちゃっていいんかなこれ。いや、またここの景色もたまんないですね。あ、恵みがいっぱいになっちゃった。うお、びっくりした。何お前急に出てくんなよ。七期の昔の映像じゃ。あ、なるほど。あの頃はホームビデオってやつか。しておったの。かわいいですね。ちょっと確かにちっちゃいかもね。これ何よこれ。すげえ。ブーゲンさんもしかして爆音でなんかボカロとか聞いてらっしゃるんですかね、ここで。すげえスピーカーあったわ。で、こっちかな。さらに上に行って。え、これ何？これなんか、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムに見たぞ、これ。ゼルダで。それは気流発生器の。気流発生器。風力で動き、新たな風の流れを生み出す。風力で動く。実物はもう見たことがあるかの？いや、ゼルダでしかちょっと見たことないっすね。これ覗けんかな。ほうほう。世界一の大きさの星々の営みを観測する。世界一なんだ。今日じゃ。こいつで見る星空は最高なんじゃが、今はレンズが曇ってしまっておる。え、ちゃんと。すまないの。拭きましょうよレンズ。なんてもったいない。すげえ、これどうやって作ったんだろうこれ。なんか深夜にあるとかならまだわかんのよ。ここにあの規模の望遠鏡があるってのがすごいですよね。これは重低音。なんだ星の声。これか、さっきのボカロのスピーカーから聞こえてくるな。この声。星の響き。お、すげえ。コントローラーめっちゃ振動してる。悲しげな調べじゃ。最近よく聞くようになった。星の姫、どっからこれ音引っ張ってんの。地中深くから聞こえてくるのじゃよ。あ、地中、地面の中か。これは星の姫ではありません。星を守るウェポンの。ああ、確かにそっくりだったね。ずいぶんはっきり言い切るの。まあ直に聞いたしな。私たちウェポンを見たんです。ゴンガガとコレルのマコーロで。すごく大きい。なんならこの人食べられたしな。そういえば。それは興味深い話じゃの。が、魔鋼中毒の症状は様々じゃ。魔鋼中毒。気をつけるのじゃよ。え？幻覚見てると思われてる。あの。ほうほう。そうか。そうか。お前さんたちはどうやらきちんと生命学を学んだことがないようだ。そうだね。うん。良い機会だ。バレットがちょっとかじったぐらいか。こちらへ来なさい。うわ、こっからめっちゃ楽しみ。かなりすごい本質、この話の本質が来ると思うんで、ちょっと一旦ここで切っとくわ。さて、別日でございます。そんじゃ早速ブーゲンハーゲン様の元に行きましょうか。だから多分すごいね、いい話聞けると思うんだよな。そしてすごい綺麗な映像が出てくるんじゃなかろうか。楽しみだ。生命学習機最新型が神羅本社にあるらしいが、これはわしが作ったオリジナルじゃ。すごいよね、オリジナルで作れちゃうって。では始めよう。神羅が作るならまだわかるんだよ。確かに前も言ったけど、独自に自分独自に作れちゃうってほんますごいわ、このおじいちゃんな。いやー、これ原作の時もマジでさ、すげーワクワクしたんですけど、これはこの PS5 のこの画質で見れるのかな。うおー、綺麗。これね、
これすごかったわ。やっぱすげえわ PS5 の画質は。綺麗。ねえ、綺麗だね、本当に。ほうほう。驚くのはまだ早い。あ、流れ星。わしと宇宙、そこに生きるもの、その仕組み、命の流れを知ることは生命学の基本。いやー、やっぱすごいわ。原作の時もなかなかに俺このシーン、この星はわしらの星、すごい印象残ったんですけどね。豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。こっからの星の歴史タイムですね。歴史の授業が始まります。人は生き、やがていつか死ぬ。生命学ですね。ジョンは死んだらどうなる。死んだらどうなるっていう、体は朽ち、誰も知らない話を。では意識、心、精神はどうじゃ。ね、こんな普段ね、なんか寝る前くらいにしか考えないようなことを星に帰るのじゃ。風玄さんもこう当たり前のように話し出すからさ。星に帰った精神は混じり合い、星を駆け巡る。これがライフストリームですね。今まで言われてたやつね。星を巡り混じり別れ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ここで初めてなんか、あ、そういうことなんだねみたいな、いや改めて学ぶ機会が作られるっていう。すなわち星を巡る精神的、今までなんか当たり前のように言われてたけどね、こういうことなんやねっていうのがね、ここでやっとわかる。星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。精神エネルギーね。じゃがその精神エネルギーがなくなると、まあ、星が循環しなくなるっていうね。循環っていう、まあ、ワードが結構大事になってくる、そういう作品でございますね FF7。 あ、すげえシンプルに教えてくれたね。これが生命学、うんうんうん、なんかもっと長いイメージあったんだけど、こんなものか。魔法は精神エネルギーの浪費、これは事実なんだな。その通り、うん、吸い上げられ加工された精神エネルギーはもう本来の役目を果たさない。機械の中で消費され消えていくのじゃ。悲しいよね。本当に消えるんでしょうか。亡くなった人たちのだから精神とかが全部。そうではなくて、ライフストリームに変えて亡くなっちゃうってことですよね。何か別のものになるということはありませんか。親切。いや、親切じゃな。親切じゃな、それは。お主はセミナーに。何を言っとるんじゃこの小娘は。しっかり勉強し直してこい小娘。こら、お呼びでしょうか。お嬢さんをセミナー室へ案内して。お嬢さんちょっと赤点判定かもしれないですね、これ。ちょっとこちらへどうぞ。はいはい、ちょっとあの基礎を学び直してきなさい、ティファ。何を言ってんだブーゲン様の前で。本当にこっちが恥ずかしくなってくるよな、クラウドな。さあ、セミナークラウドも受けられるんですとかね。ちょっと受けてみたいな、もっと詳しくね。ねほりはほり。ブーゲンハーゲン、呼び捨てすな、クラウド先生だろ。巡る命が消えれば星は壊れ終わる。避ける方法はないのか。今からね、巡る命をどうにか戻したいんですけど。そんなことは知らん。潔いな。こういう先生好きよ。わしの生命学はもう古いのかもしれん。これほど人が星に深く関与する時代などかつてなかったことだ。まあ技術が進んでね、星も人も変わる、うん、生命学もな。
わしはもうじじいじゃ。学びきれないのは寂しいの。いや、そんなことないって。ブーゲンさん、こっからっすよ。とんでもない知識を持ってるじゃないですか、あなたはね。セミナー受けられそうっすね。ガクトの段、ちょっとこっち行ってみようかな。あ、これでやっと、あ、はいはい。ありがとうございます。まあ、もうそれなりの礼をしていただければ。あ、もう分かってらっしゃるな、ブーゲン様も。ありがとうございます。さすがっすわ。そうね、だからここに来てやっと、まあ今までね、ちょっと言われてはいたけども、ここに来て確信が持てるんですよ。アバランチにやってきたことは、一応間違いではなかったというね。うん。根本は間違いじゃなかったっていうのがここで分かってくるのがまあね、いいっすよね。5枚もくれんの、取っ払すぎないか。ちょっと5000ギル取っ払すぎないか。ちょっとおいおいおい、ちょっと入武器まで用意してくれてんじゃん、ブーゲン様。ちょっと待って、最高か、あの人。さあ、これレッドのやつかな。あれー、またヘッドシー、お前何個目だ、マジで。この数時間で3つ目来たぞ。なんでやねん。まあ新しいキャラだからしょうがないんだろうけどね、加入したのが。まだ全然さ、モーグリ爆発、あの天さんチャオズの技も全然ね、習得できてないんだけど、また新しいの来ちゃった。クリスタルメガホン、モーグリ召喚術、装備中の召喚マテリアのアビリティをランダムで発動します。え、あー、なるほど。召喚獣を呼び寄せるバトルのみ使用可能。え、ってことは、召喚獣もできるってことか。あ、でも召喚獣ができるってことか。へー、すげえ。サモンゲージがたまんなくても、問答無用でお前来いって言って。あー、呼び寄せるってことか。すげえ。あ、これはちょっと、楽しみやね。あ、ちょっとさ、なんか夕暮れ時になってきたんじゃない、コスモキャニオン。いや、このまた夕暮れ時がさ、すげえいいんだわな。この BGM とめちゃくちゃ合うんじゃねえか。さあ、じゃあちょっとガクトの段まで、のんびり行きましょうかね。あ、ユフィちゃん、ミッケ。あれもこれも全部偽物。つまんない場所だよね。生命学とかってのも、どうせ偽物の学者が偽物そんなこと言ってるだけなんでしょ。お前は本物を知っているというのか。あれもこれも全部偽物。生命学とかってのも、どうせ偽物の学者が偉そうなこと言ってる。俺は別に偽物とは思わなかったけどな。どうなんだろうね。いや、やばくないこれ。このなんか夕暮れのさ、この感じにさ、この音楽やばくないマジで。いや、俺めちゃくちゃたまんないんですけど、個人的には。見ろよ、今日は星送りって祭りの日らしい。後でちょっくら見に行こうぜ。うん、これちょっと気になりますよね。原作であったっけっていう話は聞いております。ぜひともセミナーにご参加ください。いや、もうちゃんとあんなに来てくれんのさ、ご丁寧ですよね。ケットシーまだ休んでんかな。うわー、このなんか夕暮れ時の落ち着いた BGM もいいんだけどさ、この夕暮れ時にあの昼間のさ、すげえ力強い感じの BGM も聞いてみてえな。うわー、なんかすごい、まあ、やっぱコズモキャニオンいいね。あいつの声さ、どんなに離れても聞こえるんだけど、マジで怖いっすよね。俺あいつからやっぱ逃げらんないんかもな。さあ、じゃあセミナー行ってみるか。あ、もうティファとエリス聞いてる。どうもー、こんにちは。遅れてすいません。そこのあなた、あなたの体験談を聞かせてください。体験談とは。はい、どういった体験談ですか。私、そのライフストリームに落ちたんです。ああ、そうだそうだそうだ。ライフストリームの中はとても食われてたな、そういえば。ウェポンにいろんなことを思い出すんです。ニブルヘイブンの時の記憶ですね。誰かに優しい気持ちになれたり、忘れていた思いをつないでくれたり、星の中は温かい場所。自分の中の本質が思い出せるんかな。そこには戦いもありました。星と星を脅かす敵との戦いです。ロンギおじさんね。私たちは星と共に生きなくてはなりません。星と一緒に敵に危機に
立ち向かうべきなんです。ここにさ、あの信濃の社員さんをさ一人呼びたいっすよね。戦い方がまだわかりません。どういう議論になるのかちょっと俺ここでめちゃくちゃ興味あるんだけど。喧嘩を受けるんかな。生命学を批判してるわけじゃないんです。まあね、生命学が完璧なわけじゃないからな。こういう考え方があるよっていうね。ごめんなさい、うまく話せなくて。だって死んだ後のことなんて誰も分かるはずないもんな。それをここまでなんか理論立てて学問になってることが俺はもうすごいと思うんだけど。私たちはいつでもここであなたを待っています。考えることを続けなさい。答えはその果てにしかありません。死ぬまで勉強とはこのことか。さあそろそろ星送りの刻限です。あ、まだ夕方だけど。キャンドルへと向かいましょう。もう始まる感じ、星送り。じゃあちょっとうちのケットシーという猫がいるんで、そいつを星送りにしましょう。星に送りましょう。ライフストリームに。先に行ってるね。ヒファなんでこんな悲しそうなの。もうすぐセンチになっちゃうんだから、ティファちゃん。うちのティファちゃんはもう。さてさてさて、じゃあ星送り行くか。ケットシー、まあ、一応探してみたんだけど、どこにもいないんだよな。あ、なんかまださらにちょっと暗くなってきた気持ち。いや、いいな。このくらいの頃合いが俺結構好きかも。お、あ、みんな揃ってる？まだ空はね、明るいんだけど。おおなるほど、そういうことか。めっちゃ夜になったな。で、めっちゃ綺麗だな。やば、ゴールドソーサーの時と同じかそれ以上に綺麗だな。あ、猫いた。どこにいたの猫。どこにもおらんかったけど。そしてこの BGM よ、オープニングのやつ。オイラが本当に子供だった頃、あの日もこんな風に母と父とこの日を。そっか、母父って言うんだっけ、レッドって、うん、やっぱり何でもない。スパイファミリーのアーニャみたいだな。ああ、うわあ、やめるな。話し出したのはそっちだ。どうだ、やめるな。途中でやめるの。気になんじゃねえか。クラウド、私は最近デリカシーという言葉を。出た、二重人格。デリカシーがないとか足りないとか、そんな使い方をする。この言葉を君に捧げる。いやいやいや、よくわからん。話し始めたのそっちじゃん。あれ、俺大丈夫？なんか。好感度下げちゃった、もしかして。大丈夫か。さっきメンターと話したの。メンターさん、はいはいはい。人が星を救おうなんておこがましいってよ。星の未来は星が決める。星が汚れたら星が掃除をする。ああ、なるほどね。俺たちはほっとけってか。勉強してろってか。それもちょっとなんか違うって。勉強しろ。どうしたいんだ。あんたはどうして。これは自信持って上がりそう。ほっとくなんてできるか。うん。でもな、戦うだけってのも違う気はしてる。そうだね。守るためにはどうすりゃいいんだ。うん、まあ、やっぱ味方を増やすことが一番大事なんじゃないかなって俺は思うんだけどな。恥ずかしいとこ見られちゃったな。笑ってごまかせでいいんじゃないの。わかるやつにはわかる。聞く側の。いや、わかんないな、この選択肢な。みんなに分かって欲しかったな。ティファは悪くない。ありがとう、クラウド。これ合ってんかな。大丈夫かな。さあ、エイリス。これさ、まあ、好感度気にしてもしょうがないからね。俺の聞きたいことを聞くだけよ。人間関係も一緒や。正解なんてねえから。ねえ、エイリス。なんかオリンピックみたいな感じになっちゃったけど、聖火ランナー。こっからどういうあれが始まるんだろう。儀式が、星送りってどういう意味なんだろうね。じゃあエイリス生贄とかなんないよな、まさか。
私は古代史です。あ、ここで行っちゃうんだ。大昔にこの星を開拓したセトラの末裔です。この世界にもう一人しかいません。この血のせいで私は小さい頃から監視されたり、タクスね、閉じ込められたり、うん、怖がられたり、たまに無視されたり。そんなこともあったんだ。いいことなんて一つもない。どんなに楽しいこと続いても血のことを思うと台無し。どうやっても変えられない事実って辛いですよね。何度も、ま、でもいいことも多分あったと思うんだ。普通の生活なんて魔力強いしできないんだ。エイリスが魔法使うとやっぱり、ね、敵がね滅んでくんですよ、どんどん。諦めたり、どれ？わかんねえ。ぎこちな。これ違う気がすんな、なんか。気持ち悪かったな、今。グラドくん。でも、そんな私だからこそ。にちゃーって笑ったな、今。グラドよ。友達がいます。無理くりすぎたぞ。だから、もう大丈夫。報われました。我慢してきてよかった。さあ、これはどうだったんだろうね。まあ面白かったからどっちでもいいんだけど。さあ、ずっと一緒にいられるように、いい人でいよう、そう思っています。俺はエイリーさん、どう頑張っても悪い人になれないと思うけどね。普通の人生は無理でも。クラウドのさっきの最高のスマイルのおかげでいい話になったんじゃないかね。クラウドのおかげだ。みちゃあ、めっちゃ綺麗じゃんこれ。あー、これあったかもな、原作でもな。さあエイリス、短い間だったけど、お前と過ごしたこの数ヶ月か何日か分かんないけど楽しかったぜ。お前のことはもう二度と忘れないよ。ライフストリームに行っても俺たちのこと見守っててくれよ。死ぬ流れになっとるやん。生贄じゃねえってだからな、星送りって。そういう送りじゃないからな。さあ、送るのじゃ。あ、送られてしまう。イアリス、綺麗。ごめん、このよくわかんないノリ続けましてすいませんでした。お、来たぞ。にっちゃーって笑いかけたクラウドが。聞かれてしまったか。あれがまあ本心ってことなんだろうな、多分ね。頑張るね、私。うん。お、綺麗。なんか本当こういう何もね、邪魔のないところで星一回見てみたいですよね。ガチの天体観測をしてみたいよな。ここにいたのか、ナナキよ。じっちゃん。じっちゃん。お前に話さねばならぬことがある。お主らも来てくれんか。あれ、またお話ですか。ほうほう。星送りの儀はどう思ったかの。めっちゃ綺麗でしたよ。最近はなんだか知らんが、これはブーゲさん、よくわかるよ、その気持ちは。綺麗。
感動。ごめんなさい、その中の一人です私は。まあ10人いれば9人はそんな感じじゃ。観光地化されてるっていうのはそういうことですよね。僕のは良いことじゃ。なんか最近京都とかでもさ、あのなんか着物の着方がなんかすげえ間違ってる外国人の人とか、まあ、日本人もそうなんだけど、すごいらしいですよね。なんか、おら犬や猫となりました。鳥、魚。なんか死んだ人のさ、あの真っ白の着物あるじゃん。あれ着ながら街歩いてたりとか、真っ黒の着物を着ながら街歩いてたりとか、すごいするらしいんだよな。そう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 。でもなんか日本のカルチャーがね広がってくれるのはいいんだけど、間違った広がり方してねえかって俺もちょっと思うよ。あ、ごめんなさい、僕もついぐちぐちと。いや、そうなんですよ、ブーゲンさん、本当にそう。聞いてくれよ、俺の話も。ちょっとさ、ちょっと今夜ちょっと一緒に飲み明かさね。いや、なんかすげえ今の俺も年取ったんかな、なんか気になっちゃうんですよね、そういうとこばっかしね。嬉しい反面ねっていうね。では行くとするかの。行くとしますか。ここ何？でもこの扉ってすげえ頑丈な扉じゃん。さよう、わしが封印し立ち入りを禁じてきた扉じゃ。ほう。これよりお前に試験を。ああ、はい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 。この谷を守る戦士。唐突な試験あったの、そういえば。急に来るんよな。覚悟はできたこの数秒で書くしろと、急すぎるって。じっちゃん、試験にはお主たちの協力が必要じゃ。なんか敵いるんじゃなかったっけ。危険なところへ行くのでな。うん。これさ、コスモエリアの探索とかってもうできるんかね。ちょっとエリアマップでさ、いろいろね、こっちやったりとかしたいんですけど、ちょっとあのこっちのね、あの私の都合もの兼ね合いで一応セーブだけしといて、いつでも戻れるようにはしといたんで、ちょっとあのもし出れるならまたこっからロードしていけそうかな、いろいろやったりするかもしれませんが、行きましょう。とりあえず挑んじゃうか試験。では行こう。はいはい。